市川新十郎は、歌舞伎役者の名跡。当代は四代目。昭和四年七月一日本名、小山元之助。1874年九代目、市川段十郎を門人となり市川福之助と名乗る。同年江戸川原崎座で、初舞台。1894年市川段七と改名。1899年4月、歌舞伎座で、 肝心町の晩卒、芋瀬山婦女定金、五点の漢女で三代目、市川新十郎を襲名。名題に昇進する。小芝居から大歌舞伎などにかけて活躍し、名優の方や夕食古実に詳しいことから、日本俳優学校の講師となり歌舞伎界のご意見番として、重きを成した。舞台では、キャラ仙台萩の劇、スケクのクワンペラ、角表衛や同契役。 あるいは歌舞伎十八番の貢献など空き役,役として出演した。また、熊取りの保存にも力を入れ、大田正光との協調による、歌舞伎熊取りは貴重な芸能資料である。1990年に国立劇場第十期歌舞伎俳優研修を終了した後、1991年に十二代目、市川團十郎に入門し、市川新七と名乗る。1九十六年に、 国立劇場特別賞2005年に日本俳優協会賞奨励賞を受賞2008年4代目市川新十郎を襲名2012年重要無形文化財に認定され伝統歌舞伎保存会会員となる実定は若柳里継明、いとこに山内正樹、今井茂雄がいるありがとうございます